方の説明をいたします。まず最初に自然体。自然体といいましても、自然体の中にはやはりいくつかの立ち方があります。まず最初に足を閉じて立つ立ち方、閉足立ちを説明いたします。これは完全に足が揃っております。これが閉足立ち、足を閉じるという意味です。次が結び立ち。足先を開いて約60度ぐらい、ね、30度開いて一応60度の形、これが結び立ちです。次に平行立ち。足が完全に前後にまっすぐに立ちます。そしてこの内側は腰幅と同じぐらい、または肩幅で見る場合は外側は肩幅と同じというのは平行立ち。次に八字立ち。やや足を外へ向けて開いて、足先を向けて、足幅はだいたい平行立ちと同じように、腰幅肩幅を基準に立ちます。これが八字立ち。そして今度は次にレの字立ちというのがあります。この足が約斜め前方45度ぐらいに向いて、そしてこちらの足がまっすぐ、この立ち方がレの字立ち、自然体です。次に前屈立ち。前屈立ちを説明します。はい、前屈立ち構えて、まず最初にやや気持ちに膝を張ったような気持ち、外側に張って十分に前に膝を曲げて、外側がまっすぐ、あるいは親指1本またはこの2本内側に向いておる、背筋を伸ばし後足を突っ張り、後ろの足は前方に45度向いておる、この姿勢が前屈立ちです。完全にへそが真正面を向いておるように。次に膝の位置を説明いたします。膝のこの端がちょうど垂直に下へ降りて、ここのところへ来るような形がちょうど正しい膝の位置です。例えば横から見ますと、この位置ですね、これがここに乗ります。ここに乗ります。これが大事です。この、足首、膝を曲げる位置、角度、そういうものをよく十分に注意してやっていただきます。この場合に重心の位置は前に 60%、後ろに 40%。この重心の割合が前屈立ちです。立ち。今度は重心が後ろに乗ります。それが後屈立ちです。まず、はい、この立ち方は重心が後ろ、そして横幅がありません。ちょうど前屈立ちの場合、ちょうどこの自然体平行立ちと同じような幅であります。幅ですが、今度は後屈立ちはこの線です。この線と後ろの線が一緒。そして十分に膝を張り、前の足の付け根を締めて体が垂直になるようにします。はい、これよく見ます。この場合重心は後ろに 70%、 前に 30% の割合で重心が乗ります。そして膝を気持ちだけ張り合うような気持ちで、そして椅子に座っているような
リラックスした体勢、これが後屈立ちです。牙立ちとは馬にまたがるという意味ですね。これは前足は前屈立ちと同じです。はい、例えば後ろ足を引いてください。これと全く同じです。はい、この牙足になってください。この向こう向いて後屈になってください。後屈立ち、同じような締め方をいたします。はい、牙立ちもう一度。これは完璧に重心がヒフティヒフティ、真ん中に重心が乗って、一番安定した立ち方と小刀館では言っております。ただいまから最も基本的な剣の握り方を説明いたします。まず最初に正剣の作り方、それは第1、第2関節を思い切って握り、第3関節を握ります。それに親指を添える、しっかりと添えます。そしてこの正面の部分がこれ正剣です。これは突きなど使います。次に上の部分、この部分が裏剣、打つ場合の技です。そしてその外側、この部分が、これが鉄槌です。いろいろといろんなところの打ち方があります。次に手を開いた、攻撃の部分です。それはまず最初に抜き手、指を 4本揃えてこの部分、これでもっていろいろと抜きます。そしてその外の部分、これが手刀です。いろんな打ち方がありますね。これ手刀、この時に大事なのはこの親指をしっかりと締めて押さえておくことです。そうすると手刀に力が入ります。ではこの使用部分、正剣、裏剣、鉄槌、この使い方を説明いたします。まず最初に正剣、あるいは回し、次に裏剣、またはあるいは次に鉄槌、同じく鉄槌、またはあるいは頭を持ちます。次に手を開いた抜き手の部分、というようなですね、または脇っ腹を突きます。次に手刀を打ち、首または使い方があります。これはあくまでも基本的な使用方法です。まず逆突きの前に
食付きの付き方を説明いたします。いつも水月の正面この部分をつく形に、これが大事です。これから1、2、3、4、このひねりのタイミングが月には最も大事なポイントです。これは1、肘が体が離れるまではまだひねらない月手は、しかし引き手は半分ひねります。それここから初めてひねります。これが1、2、3、これよく見ますと1、肘が体から離れるまではひねりません。肘が体から離れる時から初めて180度ひねり込みます。しかし引き手は90度、体に肘がつくまでにひねり、それからあと90度ひねりながら脇下に拳を引きます。この違いがあります。だからこれがという感じになります。では逆付き、この月を、今の月を、食付きをよく念頭に置いて逆付きをやります。今度は今の月に加えて腰の回転が最も大事になります。まず最初に前屈出し、そして腰が45度、それから45度押し込んで、この腰は45度の回転が大事です。これに合わせて1、先ほどの直突きと同じ原理になります。そして腰の45度に合わせて拳を180度ひねり込みます。このタイミングが大事です。腰と剣のひねりのですから、これから1、2、3、これは突くときには息を吐き、引くときには鼻が息を吸います。鼻が息を吸って突くときには口から吐きながら突き、息を吐きながら突きます。だから、1、2という感じになります。ただし引く引きも早く引く場合は、例えば1、この場合は吐いて吐きます。この違いをよく、覚えていただきたいと思います。
逆付けは普通の普通のこういう形と同じように手と足が逆になるから逆付きと言うんですが、順付きとは足を前に出しながら同じ方向の拳を出す。例えば右足を一歩出す場合はその右の剣につく。これも非常に大事です。三強度に分けてはやりますと、これ1、2、この4分の3までは構えの姿勢です。そして最後の4分の1のステップに合わせてこれから息を吐きながらハッとつきます。ここまでは息を吸っておきます、鼻から。そしてこの4分の1、最後の4分の1で息を爆発させながらこれからつきます。これを横から説明いたします。1、息を吸っております。2、まだ吸っておきます。そしてここから息を吐きながらハッと吐きます。息を吐きながらね、息を吸って吸って、それから吐きながらハッ、思い切って下っ腹を突き出して吐きます。この気持ちはこれはギアの、車で言うなればギアのチェンジと同じです。まず最初にファーストギアを持ってバッつって、それこの後のこの4分の2から4分の3の間、これニュートラルです。ギアチェンジと同じです。そして今度またセカンドまたはサードにギアを入れてアクセル踏む、それがこの突きになります。そういうような理解の仕方をすると非常に分かりいいんじゃないかと思います。では裏剣打ち並びに鉄槌の練習方法を説明いたします。まず最初にこういうふうに構えまして、胸の前に、そして途中まで鉄槌で打つような気もしていて、途中からひねりを加えて裏剣に打ちます。というように打つ、または今のは横裏剣であります。次に縦裏剣、
これは肘のスナップだけでひねりはありません。というようにやります。今度は鉄槌、鉄槌の場合は大きく振り回して打ちます。大きく振り回して打つ。というように練習いたします。練習方法はいろいろとありますが、今のは一番最も基本的なその場の練習方法であります。上段鉄槌打ち、下段鉄槌打ち、中段鉄槌打ち、その場の蹴りの練習を行います。これは初心者の蹴りの方法です。用意、三挙動でやります。1、まず最初に膝の刈り込みが大事です。次がスナップが大事です。2、3、1、2、3、これを分解しますと、横を向いてください。まず最初に1、これから膝が2、膝が伸びる瞬間にこの足首も伸ばします。3、足首が伸びて膝も伸びる。そうすると腰が蹴る方向に力が入ります。2、伝わります。3、はい、もういい、はい、はい、はい、1挙動、1、2、3、4、はい、横向いて同じ形ですね、はい、例えば今日の手を蹴るとします。1、2、3、4、はい、やめ、蹴り、蹴上げを説明いたします。蹴上げはこのスナップ、膝のスナップが必要です。はい、最初3挙動、1、この時に引き足を取る時に支え足の、蹴り足の足の裏が支え足にくっついておるような気持ちになります。で、膝がやや外側に向いております。で、これからスナップアップしながら蹴ります。2、1、これから2という感じになります。下がパーンと蹴上げ、はい、1挙動、1、2、3、
はい、今度は横を向いてください。よし、2、3というような、これが気合いです。蹴込みは月と同じように膝の伸び、それから腰の張りが大事です。はい、最初三挙動、1、これこの腰を張りながら回転しながら蹴込みます。2、グッとこうして、これが完全に伸びます。それから3でまた戻します。ここに4、はい、もう一度、1、2、3、4、はい、1キロ、1、2、3、はい、このカメラの方向いて、はい、3キロ、1、膝を抱え込んだ時にはこれをやや引いておきます。ここ、これが2で蹴込んだ時にぐーっと張ります。3で戻します。4、はい、1、2、3、4、はい、1キロ、はい、1、2、3、はい、やばい。では腰の回転、蹴込みは腰の回転が必要ですので、腰の回転をよく極端に表現させていただきます。はい、まず最初に膝を抱え込みます。1、ここでこれを引っ込めておきます。これを張りながら3キロでいきますので、2、ふーっとこういうふうになります。腰が入ってます。次はまた戻します。3、また戻しますね。4、はい、もう一度3キロで、1、2、3、4、1、2、3、今度は2キロで、1、2、3、1、2、3、こういう感じです。はい、これ1秒でやってください。はい、1、2、3、はい、はい、やめ、始め、回し蹴りです。回し蹴りは腰の回転とスナップが、膝のスナップの水平に効かすのがポイントです。はい、
用意。最初三挙動。一。これから水平に回転します。二、三、一。はい、一挙動。交互にやってください。一、二、三、四。はい、これを今度横から横を向いてやります。はい、これが膝を上げてください。一、これが4挙動。二、この時に手のひらに垂直に当たります。三、垂直に当たりますね、足が。四、一、二、三、四。はい、1挙動で1、2、そう、はい、それを交互にやってください。はい、1挙動、1、2、3、4。はい、やめ、次に三日月蹴り。三日月蹴りとは三日月のように半円を描いて蹴るから三日月蹴りというんです。それも足の裏で蹴ります。これは攻撃やあるいは受けに応用します。はい、1というようにね、これは目標と想定してこれを手を蹴ってます。自分自身で。2、3、4というようにいきます。これは攻撃にも受けにも使われます。特にこの三日月蹴りの特徴は、手が使えなかった場合に相手の蹴りを払ってそして反撃する。例えば相手がナイフを持ってきた場合、特にピストルなんか出された場合には手は上げなくちゃいけません。そういう場合に応用できます。はい、例えばこういうような場合でこうやって出された場合ですね。その場合に、はい、そしてうわっと攻撃します。はい、1キロのね、うん、というようにこういうような場合です。はい、もう一度、
その場の受け技基本練習を行います。まず最初に下段払いの技を行います。その場ではい用意二強度1、ここまではひねっておりません。2、これがひねりながら、ひねりながら受けます。腕を3、1、2、3、はい1強度よし、2、3、4、5、6、はい前屈立ち、よーい止めて、はい、よーい下段払いになります。腰が正面です、肩も正面です、もちろんこれが2強度1、まだ腰は腕は回転していません。これから回転と同時に腰も回転します。3、1、ゆっくりやってください。2、3、1、2、3、1、3、はい、1キロ、1、2、3、4、はい、今度は側面から。はい、前屈差し構えて、はい、よーい、これは相手が蹴るのを受けます、こういうね、はい、よし、2、3、4、5、はい、6、よし、はい、やべー。上げ受け、上段上げ受けをやります。はい、では三挙動で、はい、1、2、3、この途中まではこれはやっぱり受け手をひねりません。こっからこれをひねり出します。もう一度やってください。1、これからこれを2でぐーっとこう引き出します。3、1、3、はい、1秒で1という形になる。2、3、はい、はい、それをこの前屈差しになって、はい、下段払い込めて、はい、よーい、いーし、これは先ほどやったあれと同じです。これから腰を45度回転しながら腕も回転します。同時に2ぐーっと同時に腰も回転します。3、もう一度ゆっくり1、2ぐーっと回転します。3、1、3、もう一度1、3、はい1キロの1、2、3、はい1、2、3、4、はい、外腕を受け、1、ここまでは腰も回転してません。
腕も回転してません。これからこれこう腕を回転しながら腰の回転寝ませます。2 3 1、このままこれから回転、腰の回転と腕の回転、2 3、はい、1キロの1 2 3 4、はい、スピード、よし、2 3、よし、2 3 4、回転してません。こっからゆっくりぐーっと2、腰の回転、腕の回転同時になければなりません。はい、3 1 2 3 1 1 3 1 2 3、はい、やめ、よし、2 3 4 5。回転とこの腰の回転、これが同時になります。同時になるね、同時に回転します。はい、3 1 2 3、はい、1キロ、よし、2 3 4 5、よし、2 3 4 5。この練習に入ります。まず最初に集団追い突きから入りますが、なぜ移動基本をやるかと申しますと、運足の鍛錬であります。転身、体さばき、そういうことが相手と戦う場合の大切な要素でありますので、その訓練が移動基本になります。下段払い、止めて、まず最初に追い突き3挙動で行います。1、息を吸いながら後ろ足を引き寄せます。2 4分の3まで足を踏み出しました。ここまでは呼吸を吸っております。最後の4分の1でもって息を吐きながら踏み出します。3 1 2 3 1 2 3、回って、はい、もう一度行います。1 2、ここまでは息を吸っております。3 1 2 3 1 2 3、はい、回って、はい、次に1挙動、
4分の3までステップ4分の3までが呼吸を吸います。最後の4分の1で呼吸を吐きます。その移動と呼吸のタイミングが非常に大事になってきます。はい、1、2、3、回って、1、2、3、回って、今度は上段を突きます。上段突き、追い突き、1、2、3、回って、1、2、3、回って、はい、次に逆突き、逆突きを行います。逆突き構えて、追い突きは右足を踏み出した場合には右足で右手で突きます。しかし逆突きは右足を前方に踏み出したら左で突きます。故に逆突きと言います。はい、3強度で行います。1、ここまでは上体は正面です。2、ここで右半身になります。これから4分の3のあと4分の1、残りの4分の1でもって右回転、腰を右回転しながら逆突きに入ります。3、1、2、3、1、2、3、回って、はい、構えて、1、この2と3の間の腰の回転が非常に大事です。よく見てください。2、今度はその回転した腰を戻します。3、1、2、左半身、今度は右前身になります。3、1、2、3、回って、はい、構えて、はい、1強度、1、2、3、この逆突きは、移動逆突きは腰の回転を利用しながら上体を前方に移動してつきますので非常に強い突きになります。回って、1、2、3、回って、やめ。次は蹴り技の移動練習を行います。まず最初に前蹴り2強度で、はい、前屈立ち構えて、2強度にも2種類あります。まず最初に重心が笹足に乗るまでに乗る瞬間に蹴るのが最初の2強度です。1、2、蹴った後完全に笹足に重心が乗っているように、1、2、3、4、はい、やめ。今度は別の2強度でいきます。これは重心が前に移動するときにその移動に乗って蹴ります。これは相手を追いかけて蹴る場合に多い蹴り方です。はい、前屈立ち構えて、1、2と重心が移動しながら蹴ります。1、2、1、2、やめ。次に1挙動で蹴ります。はい、前屈立ち構えて、1、2、3、やめ。前屈立ち構えて、
前蹴り、よし、2、3、やめ。次は回し蹴り。回し蹴りも最初2強度でやります。2種類の2強度で練習します。前屈立ち、構えて、えい、1、2、1、2、1、2、やめ。リサーって次は蹴った後の重心の取り方を訓練するためにの二強度です。前屈立ち、構えて、1、2、3、4、5、このように蹴った後の支え足が大事です。はい、やめ。今度は1強度。まず最初に中段蹴り、前屈立ち、構えて、よし、2、3、やめ。はい、今度は上段、顔面頭部を蹴る場合の蹴りです。前屈立ち、構えて、1、2、3、やめ。前屈立ち、構えて、まず最初に中段回し蹴り、1、2、3、やめ。上段回し蹴り、前屈立ち、構えて、これ回し蹴りも前蹴りも引き足が大事です。よし、2、3、やめ。次に横蹴りの移動練習を行います。まず最初に蹴上げ、際立ち、よーい、構えて、3挙動でいきます。1、2、3、1、2、3、これはスナップ
アップが大事ですね。スナップ下のスナップ返し上に跳ね上げる蹴りです。はい、反対1、2、これは足を下の後ろにしっかりと置いてそれを外しながら蹴上げる気持ちになります。3、1、2、3、はい、反対、はい、1強度、1、2、反対、1、2、はい、今度は横から移動いたします。はい、最初に3挙動、1、2、3、1、2、3、反対、1、2、3、1、2、3、反対、1挙動、1、2、反対、蹴上げは裏剣打ち、手刀打ちと同じように膝のスナップを利用いたしますが、蹴込みは突きと同じように膝の張りを利用いたします。はい、際立ち、構えて、1、2、これから腰の回転を利用して突っ張ります。3、1、2、3、はい、反対、1、2、3、1、2、3、はい、反対、今度は1挙動、1、2、はい、反対、1、2、はい、横から行います。はい、最初3挙動、1、2、3、1、2、3、はい、反対、1、2、3、1、2で膝を思い切り買い込んでそれから3、はい、1挙動、1、2、はい、反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
下段払いの移動基本を練習いたします。下段払い構えて、最初に三挙動で詳しく説明いたします。1、2、ここまでは息は吸っておきます。そして腰はまだ真正面向いております。ここから思い切って息を吐きながら腰を回転しながら受けに入ります。3、1、2、3、はい、下がります。1、同じです。2、4分の3までは息を吸い、正面は真正面、最後の3で回転します。3、1、2、3、はい、1キャド、1、2、下がります。はい、次に上段上げ受け、1、2、下段払いと同じように4分の3までは腰はまだ回転しておりません。今から回転しながら上段上げ受けに入ります。呼吸はもちろん吐きます。3、1、2、3、はい、下がります。1、2、3、動きと呼吸の調和が非常に大切です。また手と足の調和が大事です。1キロ、1、2、はい、下がります。1、2、次に中段外腕受け、1、2、十分に受け腕は外を向いております。これから思い切って回転しながら腰を回転、腕を回転しながら受けます。3、1、2、3、は
第一挙動、あの、そして三挙動、1、2、3、1、2、腰の高さはいつも同じです。3、はい、一挙動、1、2、下がります。1、2、内腕向け、1、2、3、1、2、腰はここまでは回転しません。呼吸もここまでは吸います。吐きながら受けます。3、はい、下がります。1、2、3、1、2、3、はい、1キロの1、2、下がります。1、2、手刀を受け、1、2、これから腰を思い切って回転しながら腕も回転する。立ち方が今度は後屈立ちです。3、1、2、3、下がります。1、2、3、1、2、3、腰の回転と腕の回転が同時であるように注意しながら練習いたします。1挙動、1、2、下がります。1、2、you
練習を団体で行います。下段払い、用意、構えて、追い突き、よし、三気合い、回って、よし、三回って逆突き、構えて、よし、三回って、よし、三回って上段上げ受け、1、2、3、はい、下がります、1、2、3、中段外腕受け、1、2、3、もう一度やります、1、2、3、中段内腕受け、1、2、3、下がります、1、2、3、首都受けに入ります、1、2、3、下がります、1、2、3、やめ、今度は蹴りに入ります、前蹴り、前屈立ち、よい、構えて、中段蹴り、最初、よし、2、3、回って、よし、2、3、回って、はい、上段蹴り、よし、2、3、回って、よし、2、3、回って、はい、回し蹴りも中段上段行います、最初に中段、1、2、3、回って、1、2、3、回って、はい、上段回し蹴り、1、2、3、回って、1、2、3、回って、やめ、はい、次に横蹴りを行います、際立ち、よーい、構えて、はい、蹴上げ、よし、2、3、はい、反対、よし、2、3、反対、次に蹴込み、1、2、3、反対、よし、2、3、やめ、次は型の練習に入りますが、型の中で一番最初に行う平腕初段を行います。最初にゆっくりと号令に合わせて行います、よーい、1、
では分部分の分解を行います。四挙動目の、動作を分解させていただきます。1、2、ここを分解させていたします。はい、これは、はい、構えている。これは下段払いで1下段払いして、それからついてくる受けて、そしておいて打ちます。はい、はい、これはアイスピード、はい、はい、1、はい、またはこう捕まります。これを外しておいて打つという意味もあります。前に置いてき1、そして上段上げ、そして打ち上げます。逆手を取ります。はい、はい、これからですね。はい、1、そしてこれを1、2、3回行って回りますね。この回るところ、これはやっぱり最後、はい、そのまま投げますという分解になります。
提案した。平安の型は初段、二段、三段、四段、五段と5つの型があります。初段は月だけの月受けの技ですが、平安二段になりますとやや難しくなり蹴りの技が入ります。ではただいまからゆっくりと、号令に合わせて平安二段を行います。平安二段用意、平安二段用意、では最初の1、2強度の動きを分解いたします。最初にやり、1、2、3、はい、はい、構えて、これは1、受けます。2で受けながらこれ腕を折ります。ついてくる中段、それ3、受けながらついております。これで、はい、止まって、はい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 、やめ、はい、この部分を分解いたします。はい、最初にゆっくり、はい、肩通りにやります。最初は、はい、1、ウォーキング、ウォーキング、本当に経験が逆付きです。はい、
次は3番目に行う平腕三段です。まず最初に力を抜いてゆっくりと号令に合わせてやります。平腕三段用意、1 2 3 4 5 6 7 8三段用意、ではこれで1 2、はい、そこまでの動きです。はい、これは相手また抜き手をこちらの攻撃者も捉えます。逆を捉えます。逆を捉えてそれで入っていきます。それをシャーというふうに打ちます。はい、この2回
段三段。平安三段。五本組手を行います。五本組手と言いましても、これはあくまでも基本の中です。基本を一人で、移動基本を一人で練習しとっても、空気が相手ですので、なかなか実感が湧かないと。そういうところで相手を置いて基本練習をしておると思えば一番分かりやすいと思います。相手攻撃するものは受けられても倒れないような強い突きと立ち方を鍛錬します。もちろん受ける方は強い突きを完全に受けて、相手が倒れるぐらいの勢いを持って受ける、一つ一つを強く正しくやるのが五本組手です。五本組手を行います。まず最初に号令で一つ一つ強く正しく行います。下段払い、用意、構えて、やめ。これは号令でやりますから、双方とも同時にきれいに動けます。ただし無号令になると非常に難しくなります。受ける方が攻撃者に合わせて動く、力を合わせる、呼吸を合わせる、それが五本組手です。はい、下段払い、構えて、はい、無号令、ジョン、やめ。はい、続けて中段突きを行います。はい、下段払い、構えて、はい、中段、よし、はい、三、四、五、やめ。一つ一つ力強くやります。無号令、構えて、はい、三、はい、はい、池段払い、構えて、はい、はい、無号令、
三本組手は五本組手が五歩前進して攻撃します。防御馬は五歩下がりながら受けます。そして最後に反撃します。三本組手は三本攻撃する。ただし五本組手の場合は上段なら上段五回同じところで攻撃しますが、三本組手の場合は違うところを違う技で攻撃します。なぜそのようになるかというと、同じところを5回やるとだんだんマンネリ化してきます。ですからバランスの訓練のためも兼ねて上段中段追い突き前蹴りというように技を変えて攻撃します。これはやはり5本組手と3本組手は鍛錬が目的ですので、一つ一つを強く正確に攻撃し、受けて攻撃立ち方受けの技を鍛える組手であります。特に今度は号令でやる場合は指導者の号令に合わせてできますが、無号令でやる場合には相手の攻撃に合わせて防御側が正確に同時に動き同時に呼吸し、そして受けるというように、無号令で組手をやるのが相手と調和する訓練にもなりますので非常に大切です。必ず攻撃者は攻撃場所を相手に伝えます。例えば三本組手の場合は上段中段前蹴りと相手に告げてから思い切って3回攻撃する。これが三本組手です。三本組手を行います。まず最初に号令で一つ一つ攻撃します。下段腹いいよーい構えて、上段中段前蹴り、よし、二、三、やめ。今度は無号令でやります。上段中段前蹴り、はい、今度は三本組手2番ナンバー2を行います。下段払い構えて、同じく号令でやります。上段中段前蹴り、よし、三、やめ。はい、無号令、上段中段前蹴り、中段前蹴り、上段中段前蹴り、